気力も魔力も十分だ。いざ神田だ。ん？何かあるな。昼の賑やかさが嘘のようだ。江戸も眠るのだな。何を黄昏れているんだ。着いたな。では小説の私塾を探すぞ。うむ、待っていろユイ、ライダしいな。オイラの見てるま。よく来た。ありがたいのう。毎度あり。ありがたいのう。ありがたいのう。毎度あり。またいつでも来とく。セバ、通れるか。無理だな。尋常の壁ならまだしも、術の壁は難しい。結界を張るとなれば、先に小説その人がいるやもしれん。しかし進めない。何としてもこの壁を抜けねば。狼藉者、姿勢。ユイの手先か。
先生がおんためにここは通さる。震えよ皆の衆。次から次へとよくも出る。なんたる邪魔。ユイの本拠はすぐそこだぞ。ぼやくなセイバー。倒し続ければいずれ尽きる。待てよりここは一度引くが得策じゃ。じいさんどうした。必死祭は後だ。リーチの魔力がいる。急ぎ浅草で霊脈につなげ。36系逃げるにしかずか。セイバー戻るぞ。じいさん、結界を突破する手立てはあるか。なくもないが難しいじゃろう。あれは腕の立つ術者が時をかけて構築した代物。伊織では単純に力量が足りん。霊地の魔力を多く得ていれば、あるいは。ではいずれかの霊地を狙うか。そうだな。霊地力を集めつつ他の道を探す。となれば霊脈に接続せねば。浅草に戻ろう。そう無双が身が逆動。周囲の奨励地を全て抑えたことで囲いの中まで掌握できたぞ。このやり方ならしらみつぶしに回る手間が省けるな。やっとここにまで結界が。用意周到だな。他の道も怪しいが当たるしかないか。俺は俺のなすべきをなぞ。いつでもよいぞ。
より、この力必ず生かそう。相手が悪かったな。より、そちらに用はないだろう。敵か、油断せず行こう。こちらにも結界が隠されて、どうやらここは術が甘いようじゃ。これまで集めた霊知力があれば破れるかもしれんぞ。始まったか。いつでもよい。呼べ。合図をくれ。よい。また一つ強くなれたか。最後の奨励地に敵。なんだあやつら、どこから湧いたのだ。わからん。武士のようだが術者か。霊地とのつながりを断たれてはまずい。私が引き受けよう。待て、さすがに遠い。イオリが抑えた霊脈の上を私は風のごとくかけられる。たちまちあちらにつこう。イオリは私に合わせて動け。我らが地、敵に狙われておるぞ。セイバー、いけるか。任せておけ、イオリ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。手早いな。もう終わったか。ふふん、当然だ。さあ、時が惜しいぞ。解く行こう。破れる結界があるようじゃ。これ以上時をかけるのは見事なものじゃ。より、すでに霊地での戦い方を心得ておるな。ふむ、今のところ敵の姿はないな。このまま進めるといいが。怪異か。行かせぬぞ、宮本より。小説の配下か。奴があの怪異どもを従えている。面倒だが分かりやすくていいな。行くぞ。
この力必ず生かそう。ユイの手のものは引いたか。潔く引くものだ。この先に罠でも仕掛けてあるんだろう。ミスミスハマりに行くのは嫌だな。よりなあ、一度引き返そう。見ろより、何かある。敵が落としたものか。じいさん、わかるか。どれ見せてみよ。わかったぞ。その中には霊地に呼応する術式が込められておる。おそらく霊地をめぐる争いに備え、奴らの主が用意したのじゃろう。なるほど。連中、これを用いて俺たちを襲ったか。霊地争奪を大いに助ける霊槍じゃ。仮に援護霊槍とでも呼ぶとしようかの。お前が持っておくとよい。起動の手順はたやすいし、すぐにでも使えるぞ。柳原土手は罠か。この道も封じられている。他に神田へ通じる道はないのか。先ほどの援護霊槍とやら使わぬのか。面白いことが起きるやもだぞ。セイバーは前のめりじゃのう。しかし、悪くないやもしれん。はっきりとは分からんが、その霊槍、移動にまつわる術が込められているようじゃ。霊脈がつながっておる他の生霊地へ素早く移動できるかもしれん。もしや先ほどの敵、同様の術を使って現れたのか。そうが、いずこか。いずこかの地を抑えれば結界を破れるぞ。いずこかの地を抑えれば結界を破る。
道を間違え。こたびはここがよかろう。どこへ行く？より。おお、うまくレースを使ったの。これまでわしが指導してきた甲斐があるわい。こたびはここがよかろう。おお、霊知力で結界を破ったか。よう集めたのう、より。はあ、遠回りだが、こちらから神田への道を探そう。小石川から怪異、その手の魔力を有した霊地ということか。イオリ、本当にこちらでいいのか。神田とはだいぶ方角が違うようだぞ。神田浄水というものがある。水路を用いて神田に入れないかと思ってな。水脈は霊脈に通ずるとも言う。おそらくは小霊地が連なっておろう。これ以上時をかけるのはまずいぞ。また会いに来てくださると信じておりました。アリア、貴殿は先ほどあの怪異を魔力の流れを断ちましたのよ。私には上野から魔力供給がありますもの。私、戦うことはできませんけれど、霊脈を使って伊織様をお助けしますわ。霊地に紐づいての限界であるゆえ、己が霊地から伸びる霊脈に力が及ぶのじゃな。だけどこの前はあまりにもののけが多くって、上の近くの小霊地が全部奪われたり。それは難儀だったな。はい、そうなのです。でもこうして伊織様にお会いできたのですから、難儀した甲斐がありましたの。夜が明けてしまうぞ、伊織。いや、その言い方が意地悪だった。すまな。急ぎ小石川へ行かねばならぬので、あまりゆっくりはできぬぞと伊織に釘をな。え、そんな、伊織様、私に会いに来てくれたのではなかったの？すまないアリア、外せぬ用向きがあるんだ。まあそうなのですね。一緒には行けませんけれど、せめて私の思いを受け取ってくださいまし。
もしもアリアに会いたくなったら、上野を通る霊脈に接続していただければ、イオリ様の呼びかけに応えてすぐにでも会いに行くと約束いたしますわ。ありがたい。その時にはぜひ頼む。はい。ん？何かあるな。破れる結界があるようじゃ。この池、上野の忍ばずの池、ここには大蛇が出るという噂があるが。大蛇か。我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。あ、しかと片付けてきてやったぞ。セイバー、いけるか。任せておけ、ヨリ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。これ以上時をかけるのは、ま、おお、霊知力あふれんばかりに。術師としての腕も上がっておるようじゃな。破れる結界があるようじゃ。これ以上時を、ダメか。もっとやりようがあったはずじゃが。破れる。行くぞ、イオリ。敵に狙っ、頼む、セイバー。あ、しかと片付けてきてやったぞ。これ以上時をかけるのは、いずこか。これ以上時をかける伊豆、この池、上野の忍ばずの池、ここには大蛇が出るという噂があるが。大蛇か。これ以上時をか、おお、残らず抑えたか。この地の魔力は
すべて我らのものだな。破れる結界があるようじゃ。間に合わなかったか。破れる。この池、上野の大蛇。我らが地、敵に狙われておるぞ。戻ったぞ。私の手。頼む、セイバー。あ、しかと片付けてきてやったぞ。これ以上時をかけるのも。霊脈をすべてしょ。破れる結界があるようじゃ。この道に小説の手先がいないと良いが。